そろそろ。見えた見えた見えた。はい、皆さんおはようございます。飼育担当、北極熊担当の久保野です。今日は皆様の熱意でこんないい天気になりました。ありがとうございました。実は九州なんですけど、今あの毎年氷の中に入っている魚を食べるんですけども、あのかなりじれったいって島にちょっと言われたと思うんですが、今年は氷山ということで、シルさんのご好意であの氷の塊をいただくことになりました。まあ、すごく氷よりはなんかすごくごっついように見受けられます。で、九州はですね、お肉よりは実は魚が好きなんですよ。で、特にその、リンゴ、一番上にリンゴがあったんですけども、まずリンゴを食べたと思うんですけども、でも中にまだリンゴがあるんですけども、魚が好きなので、多分魚を食べてからリンゴを食べるのがいいです。で、今食べてるやつは、皆さんご存知の、コクタケです。塩振り焼きにすると、とても美味しく、ご飯が進むという魚です。で、最近九州なんですけども、やっと毛回りがほぼ9割9分ぐらい終わってます。首筋の横のあたりとか、つま先のあたりが少し茶色になってると思うんですけども、これは水面です。これからもう少し、まだ、あともう少し抜けて完全に白くなります。で、ちょっと体にはほっくりして見えるんですけども、これは冬毛と違って夏毛になると、手足が短い、今の状態でいくと手足が短いので、体がちょっと一回りくらい小さく見えます。これは毛の長さによって体が変わるものであって、決して体重が落ちているわけではございません。で、これから冬にかけて、どん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 毛が伸びてくると、またふっくらとした水準になります。で、水中体重なんですけども、およそ250キロあるかなか、クルミよりは若干小さいのかなって気がします。ただ、ここに一丁になって、まあ、若干ちょっと1週間ほど落ち込んだ部分があったんですけども、寂しくなっちゃって、クルミちゃんを思い出して寂しくなっちゃって、ちょっと食欲が落ちたっていう部分があったんですけども、でも今はもうとても元気で、一人でハツラツとして、学館でこれでもかっていうぐらい、一人で遊んでます。で、餌の食べ方も、クルミがいた時と違って、一丁で食べるので、ゆっくりと食べる。これ、去年、ご覧になった方は、分かると思うので、去年は取り合ってましたよね、二丁で。で、今年はもう一丁しか私しかいないよということで、のんべんじゃないとゆっくり食べるんですね。本来ならそんな食べ方しないんですけどね、もうごちゃごちゃにするんですけども、やっぱり一丁だということで、かなり安心して食べてるんです。